はい、皆さんどうもです。はい、次4件目ですね。はい、先ほどの湯原阪神で、廃墟からですねちょっと進んで後のところにありました湯原観光劇場っていうところですね。この辺りで超有名な廃墟みたいので早速探索していきたいと思います。入れる場所はここからみたいなんでちょっとだいぶやばいな、もう階段。階段がいつ抜け落ちても、あ、そんなの大丈夫か。あ、行けちゃう。雰囲気あるなぁ、めっちゃ。あ、この辺ちょっとやっぱり取れてますわ。さっきのあの廃墟ね、めっちゃ綺麗やったよ、保存状態、ドクター。そうでもここはちょっとさっきとはちょっと雰囲気違いますね。いらっしゃいませ。18歳未満は固く入場お断りしていますと。で、謎のトロフィーはカラオケ大会で優勝。へー、なんかあれ自販機かな。あのこれ何やろな、これ逆なってるよな、これ、うん、こっち側に逆になってる な、逆やな。あ、ゲーム機やで、ゲーム機ってもあれやけど、花道場、花札、当時のゲームが置いてあります。どっか行こうか。とりあえずここ行く、うん、真正面やし。そうやね、あ、髪型観光ホテル211とかなんか番号が書かれてます。たくさんで、ここに謎のバーベキューセットが。あ、ここでバーベキューしてたんかな。そうじゃないか。あ、金庫があるけど、おしゃれですね、なんか、うん、で、招き猫がもう割られてると。ちょっと怖いな、これ。あ、まだトロフィーがあるよ。まだカラオケ？小槌。ああ、小槌か。うん。で、猫の鈴みたいな、チャイムあったりしてますね。したら、この入り口って書いてますけど、行ってみましょうか。はいはい。すごいな、これ、扉。うん、めっちゃ変わってる。変わってんすよ。よいしょ。うわ、すげえ。お、激やな、ほんまに。すげえ。残ってんねんな、うん、当時の思うやん、これ。あ、ちょうど真ん中でじゃあやっててんな、なんかいろいろ。
心温めるいで湯のふるさと、すげえ。踊り子さんの衣装、肌に触れないでください。誰か触るやつおねんな。ここでなんかいろいろしてたら、キャーとか言って触ってしまって。でもなんかあんで、ほら撮影するところとか、かなりね。すげえ、どっから行ってんか分からへん。広すぎて。向こう行こうか、とりあえず。結構広いんでね、このなんか裏方的な、裏方的なとこから行きましょう。すごい、あ、じゃあこれ外に出もうだ。外やわ。あ、外か、そこ。いいじゃん。ここは何なんやろな。え、待って、あれキャラクターやなんかね。何やったっけあれ。大冒険って書いてる。大冒険なんかのアニメですね。ドラクエ？ドラクエでやっちゃうの？わからない。まあいいや。冒険をビートとかちゃうな。じゃあ俺もオープンにしよう。冒険やろうかなと思って。大冒険とかでやった。なんかのキャラクターなんか知ってるような知らないような。ちょっとお手洗い見ときましょうかね。トイレって書いてるんで、でっかくトイレって書いて。お面が怖いな。お面怖えな。あ、これ裏方ですね、完全に。これこそが裏方ですね。舞台注意事項。まあとりあえずあれですね、マナーが悪い人がいてると、でご注意くださいということで。階段ついてるし、ここちょっと2階上がる前にまずあれやな、とりあえず。お、なんか当時ここでなんかやってたやつか。夢体験しよう。え、そっち系のやつ。なるほど。なんかてっきりなんかこうお侍さんの格好したやつがこうよーとか言ってやってるのかなと思ったけど、意外とそっち系やな。これ舞台裏ですね。向こうで通じてますね。よいしょ、2階行く。このまま、この舞台側から撮影したらこんな感じです。あそこ行ってみたいな、あの上の方な、多分続いてんじゃん、ここまで。さっきのところか。じゃあ上行くか。ちょっと私なんかこの辺なんかだったんで、もしかしたらさっきのところよりも古いんかな、こっちの方が。廃墟なったのか。いつのやつだこれ。
昭和62年かな、こっちは平成なんだけど、平成ベータって分からん。あ、こっちもついてる。あ、資料ありましたよ、資料が。てかなんかめっちゃなんか高そうな着物というか箱がある。これもなんか何か名簿ですね。でこれがなんか写真、ここのやつちゃう誰のこれ、ここのあれかな、なんか学校の同窓会名簿ありますよ。ここで働いてた方のなんか個人情報らしきものがありましたね。めっちゃ古いナショナルのラジオ。惜しいんかなこれ。これどこついてんのな。2階がある前にちょっと見ときましょうか。ベッドがあるよ。え、ってことはこれ寝てたんかな。これ寝てたんか、暮らしたよな、おそらくここで、うん、寝泊まりしてたんでしょうね。あ、こっちもなんかちっちゃい舞台がありますね。ってかこれウルトラマン太郎。おー、おもちゃや、おもちゃ。超人衆。太郎や、太郎。太郎っていつの世代の。おもちゃがたくさんあるよ。なにこれ。頭ちょぎれてるけど。ドラゴンボール Z や。パイクーハン。とか。大レンジャー。大レンジャーっていつのやつ、メガレンジャーより古い、うるさいな。ちょっとおもちゃに弱いウブ主です、うん、こう見ちゃうよね。これジェットマンや、ジェットマン。まさかのまた出てきましたね、劇が、劇場が。なあ、めっちゃあるやん、こっちも。おもちゃがあったりとか。明けましておめでとうございます。そうそうそう、今ね、ちょうどね、2017年の1月もう2日になるんか、うん、そうか。まあ一応明けましておめでとうございますこの場を借りまして、忘れてました。1986年だって。これはすごいな、今から30年前のやつですわ。大体すげえ。ちょっとお立ち台立ちましょうか、うん。チャ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 。へえ。
隣で車の音がする。MR2 だ。 MR2 284万円。からどうしよう、どっから行こうめっちゃ迷子だろ、これ広すぎて。一旦戻ろうか、うん、こっちにおもちゃあったわ、忘れてた。マリオのやつやな、これ、うん、スーパーマリオワールド。こんなんかね、綺麗なもんやもん。うん、ポイカキ長ですね。やっぱ少年いてたよな、ここにな、うん、ジェットマンとか。バトルスカイホーク。ドクター知らへんのこれ。知らないな。あ、マジで。じゃあソフトクリーンかな。音鳴りそう。まさかの大発見よ、こんなミニ劇場もあるなんて。とりあえずこのメインの2階行きましょう。はいはい、へえ、すげえ。ここもさ、うん、なんか暮らしてた感あるけどな。服もめっちゃある。これ高そうなカバンやな、この辺とか。なんか分からんけど、エルメスのバーキンみたいなさ、なんかあるやん、こう。なんかアルバムありますけどな、これ。どこのやつだこれ。あ、分からん。すごい残留物多いな。うお、焦るってびっくりした。トリトリ作るね。そう、作り物、作り物。作り物か、びっくりした。いや、俺も忘れてた、今。したいかと思った、その鳥の。女性物が多いな、服がこう、この辺。特に。本当に、あそこ、思い出すね、なんかあの、京都の。うん、なんか余計家族がめっちゃ多いところ。 あ、この辺ちゃんとアルバムあるやん、ちゃんと。すっげえアルバムの数。ビデオカセットがたくさんこの辺にありますね。あんま映されへんな。あら、これ女性。いや、やめとこう。
こんなん残してるやん。嘘やろ、嘘やん、残したままやん。これしかもさ、一番重要なさ、戒名、うん、とかさ、あるやんか、うん、残ってる。ああいうのも全部置いたまんまやから、ちょっとな、やばいっていうか、あんまよろしくないですね。うん、そうか、どっから手つけてんか分からんぐらい、なんかもう資料が。なんか気になる点とかありますか？気になる、うん、やっぱもうあれよ、あれよ、さっきのな、残っ写真といい、うん、ここやばいでしょ、このあ、さっきの壊れてた鳥ちゃん、これ。ああ、そうそうそう、正常なバージョン。そう、ほんまさっき焦ったって、死体踏みそうだと思う、ほんまになんか死体と思って。すげえ残ってる。さっきの背景もすごいなと思ったけどさ、ここもなかなかやで。これあれやな、カメラの撮るところと繋がってないな、完全に。多分もう完全生活のとこやな、これ。生活スペースのとこ来てもらってる。なんかすぐあれやな、もうなんか何もなんかも残して失踪しちゃったっていうか。うん、ちょ、ごめんごめん、大丈夫？全部残ってる感じが。いや、ほんまにな、うん、残ってる。ヒールがあるけど、あ、ここ、ここあれやわ、係員が立ち入したことでしょ。ここあれやわ、撮影するとこやわ。通じた、やっぱり通じてた。うん、通じてましたね。こういうとこから上に行けんのね。うん、こっから撮影してたわけか。へぇ、なんかいろんなスイッチがあります。カセットもあるし、実録男の演歌レコードもある。この辺のあれやもんね、だから40代とか50代の人たまらんでしょうね。で、ここにカレンダーがあるんですけど、1995年止まってます。おそらくそれまでやってたんでしょうね、今から20年前。おっと、消される。こっち行ってみる。うん、階段、あ、じゃあトイレですね、トイレ。じゃあ、これなんか下降りるね、これ頼まれたら、うん、でも、あの、向こう側は、うん、あれや、まあ、さっきはどこに見た、そうそうそう、うん、じゃあ、降りようか、このまま、うん、うん、じゃあ見ましょう。下をどうなってみましょうか。
さっきのとこや、一番初めに戻ってきた。なるほど、こっちに繋がってるのか。なるほど、戻ってきましたね、うん、結構生活してた感が残ってましたね、ずっと放置されて。こっち行ったっけ？あ、ここがあれや、さっきのミニ劇場に続くんや。うん、おそらくエッチなポスターもありますけど、オロナミン C のオロナミン C の自販機はどこに？めっちゃレアちゃんこれ。あんま見えへんやんな、オロナミン C の自販機、うん、でもこっちについてますね、さっきのミニ劇場が。こんな感じでしょうか、はいはい、ちょっと一度だけじゃちょっとちゃんと探索しきれなかったですけど、まあ他の背景もあるので、ちょっとこれ今回はこれで終わりにしたいと思います。なんか感想ありますか？そうね、やっぱしあのさっきの上の、うん、とこのあの家っていうの、うんうんうん、あれが残ってるのがすごい不気味やったな。強烈やなあれな、うん、見つけた時ので、あと、うん、あれがほんまに衝撃的やった。で大量のアルバム当時の家族写真とか、うん、もうそのまんま残ってるやんか、うん、あんな幸せそうな家族が急にね、もう保護失踪せざるを得なかったっていうぐらい、あちょっとね胸に感じますけども、悲しく感じますけどね。まあこれで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。